こんにちは、まあ、シンデレラストーリーっていうのはね昔からよく聞くものですけども、まあ、あれ一言で言うとシンデレラっていうのは王子様にとってものすごくね好みのタイプだったからああなったんではないかなと言えるんですよ。じゃなければシンデレラのどこをどういう風にね魅力を感じて例えば内面とかね分かんないわけじゃないですか、まあ、ひどい話だなぁと受け取ることもできますけどもあの吉谷さんがねお話しされたような例っていうのはまさに 発信することによって多くの人に知られることによって、まあ、自分好みの人に出会う確率を上げるとも取れるわけですよね。ということはチャンスをつかもうと思ったら自分という存在を一人でも多くの人に知ってもらう必要がありますし少しでも長い時間あらゆる場面で、まあ、あの出ていく必要があるのかなと思うんですよ。やっぱりね家の中に引きこもって誰にも知られずにいきなりチャンスが舞い込んできたってことはなかなかないと思いますんでね。 うんまあ、シンデレラストーリーじゃないですけどもシンデレラの物語の中でものすごく猛烈アアタックアピールしたのは意地悪なお姉さん達だったんではないかと思うんですよ、うん、だから王子様に積極的に取り入ろうとしたのはお姉さんたちなのにねお姉さんは性格も悪いし見た目もあんまり良くないっていうふうに、まあ、シンデレラの物語の中では描かれていますけども、まあ、性格の悪いところっていうのはシンデレラをこぎ使っていたっていうふうな隠したところですよね。 王子様から見えななないととこんんでですすよよよちょっと不思思議だよねねうわけなんですよ、ね、王子様がその積極的なお姉さんたちのことを選んでもよさそうなもんだったのにまあ、好みじゃなかったんでしょうねきっとね。でそのガラスの靴が合うとか合わないとかで相手を決めたとか言ってますけどもさあ果たしてね本当にそうなんでしょうかとまあ、ああいった物語に突っ込んでもしょうがないんですけどもあれを例え話をするとしたら待っててもチャンスが来ないんだったら自分からチャンスを作りに行く掴みに行くしかないかなってことなんですよ。 で何でしょうね今の世の中っていうのはどうやったら自分がもっともっとプラスの能力や世界に行けるかってことは情報公開されてるんでもどちらかというとそのインターネットを使って情報にタッチするのが下手な人は自分よりも不可な人とかね自分よりも恵まれてない人とかもしくは自分と同じレベルで水かけ論をするだけのところにアクセスしちゃうんですよね。 じゃなかったら、情報を取るたんびに情報に関わるたんびに自分がどん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 いろんな物語が向上していって自分の人生がまさに自分の思い通りになっていく方に進んでいくはずなんですけどもほとんんどの人はそうじゃないんですよね。忙しくっていろいろできなかったっていう人もいますけどもじゃあどんなことに忙しかったのかなと言うと自分の人生を育むことに忙しかったわけじゃなくてなんか知らないけどね まあ、あの無駄遣いスポイルっていうんですけども無駄遣いすることに忙しかったとで振り返ってみたら10年20年と時間は過ぎたけども何もなし得ない自分がいたもしくは何かをなし得たんだけどもビビたるものだったというねで自己満足で終わってしまうとであとは被害妄想が残るだけなんじゃないかなと思っちゃうわけなんですようん,、まあ、なんかねその「明日のジョー」という物語にいきなり例えちゃうんですけども力石徹とその矢吹ジョーっていう2人のねライバルが 物語の中核を成してるんですけども才能で勝ち上がっていくのは主人公の矢吹城なんですよね。でライバルの力ーロールっていうのはあの自分には何の才覚もないから本当にねトレーニングを積み重ねていって減量に耐え抜いていって試合に勝つところしか描かれてないんですよね。まあ、そう考えていくと最近の物語というのは特徴のない主人公がいろんな。 試練を乗り越えてて強くなるっていう、ね、でライバルは最初から才能があってシャア・アズナブルみたいにねそいつを乗り越えていくところに読者のそして視聴者さんの感情移入があったわけなんですけども昔の物語ってのは星ヒューマンにしてもそうですしね明日のジョーにしてもそうだし主人公が最初から能力があって環境が整っているんですよねでライバルがどちらかというと主人公がしないような真面目なコツコツをやっていくみたいなねそんなところがあったんじゃないかなと思います だから人生というものは主人公に選ばれてないからダメなんだっていう風な出発点はもう古いということなんですよ平凡な人間がいろんなあ葛藤を乗り越えてライバルとの関わりの中で、まあ、勝ち残っていくっていうかね成長進化していくっていうところが、まあ、最近の漫画なんじゃないかなと思うわけなんですよねまあ、漫画に例えればいいってもんでもないんですけども、まあ、昔の人がシンデレラってものをね漫画のように読んでいたとすればまあ、現在は漫画から 学びを得てもいいんじゃなかろうかと思いまして。今回ね、漫画のマンでお届けしました。